世間は、これね、体罰はダメですよ、特に言われてあったから、うん、であれは体罰が悪いということをよく論じられますけども、はい、真面目に言わせてもらいますけど、体罰がいいとか悪いとかいう問題ちゃうんですよ、体罰をしていい先生がいるかどうかという問題なんですよ。高校時代私8人の先生に殴られました。それでもね、殴られながらね、あ、この先生は正しいなと思うことがやっぱ6回あったな。2回はこのおっさん感情でどついてやがるなと思ったな。ここで今どつくのおかしいやろと、あんた完全になんかストレス溜まってて感情で俺殴ってるやろっていうのって愛を感じに場合もあるやろ、だから体罰はそうコントロールできる人がやるべきですよね。やっぱり時間かけて話すのは必要。あんたみたいに子供8時間も叱ってもな、治らへんわ。それほど聞くって。じゃあ、じゃあ、はい、子供を叱るのに座らせて8時間も怒るて、はい、体罰。エゴで歌ったで、説教は20分以上は怒ってる人のエゴやって。エゴだな。でも初め20分は相手のこと思って怒ってるけども、その20分以上怒ることは自分が満足感のために怒ってるだけ。いやいや違います、分かるまで説明しなきゃいけないんです。あのね、8時間怒られたら分からへんで、心の中でクソババしねえ思うで。違うの、先生の問題です。先生の、ね、本気度なんですよ。殴る時に向こうが強くなったら聞かないじゃん。やめるつもりで殴ってくれるような先生ないとあかんんですよ。僕、ここで伊藤先生でいたんですよ。僕たちフロントで一番怖い先生やったんですよ。その先生の口癖は、俺はいつか先生を辞めてなんか税理士になるって言ってね、それが口癖で、俺らなんかうわーっと悪いことするとガッ捕まえて道連れにしたろかって言うようにして、俺らを不良を一緒に学校退学になったろかって言うんですよ。その時いつも先生、まあそんなこと言わんと。それ聞きますよ。卒業しましょう。なんかよく卒業するみたいな。でも親の立場だったらやっぱ見てないから許せないんじゃないですか、体罰って。大体こっちに原因があってパーンと行かれますから。ほとんどこっちの原因やもん。そう、そういうチンピラタイプの方たちは。いやいや、なんだチンピラタイプって。チンピラ、チンピラ、チンピラって俺ら。そう、あんたたちの、ね、学校は、ね、いらんと思うんですが、これも難しい話だよ。一緒にしたらあかんのだよ。体罰受けなかった結果がこうやってねじ曲がった3人じゃないですか。ねじ曲がった。安田さん、安田さん違う。安田さんちょっと、ちょっと言ってないけどね。いやいや、安田さんもねじ曲がった。そう、お酒はぬるめの考えだ。あれはでも人肌ですからね。人肌ぬるめの感っていうのは女性の谷間の温度なんです。何を言ってる。ちょっとねじ曲がってますよ。ほらほらほら、この割合でなんかエッジ合うて 83% が望んでるでしょ、でもあれ、あれ難しい時にはですよ、それは非常に難しい使い方である。警察官のピストルと一緒ですよ、警察官じゃピストルいらんちゃうんかって言うけど、いるでしょ、その時 もうほんま一つ使い方間違ったら自分は警察官クビになるかもしれない、そう思って警官を使う。あのピストルと先生の体罰は同じですよ。今俺いいこと言ったんじゃん。いいこと言いました。今いいこと言ったんですけど、このいいこと言ったんちゃうから2人がいらないんです。